株式会社 DS 物流羽田営業所の太田篤です。自分ドライバー初めてだったんですよ。何件か回ったところだとやっぱりいろんな仕事を一気にやらされちゃう感じだったんですよ。でもうちの仕事っていうのはやっぱルートの仕事だったんで、とりあえず一コースを覚えてしまえば自分で一人で回れてしまうっていうのはあったんですよ。そこが魅力でした。この会社入ってから結婚して子供も生まれて、そういう家庭を持ってもうちょっと働きづらくなったなとかっていうのは全然ないんで、他の運送会社さんやっぱ上がる時間帯とかが結構遅いだったりとかっていうところがあると思うんですけども、うちは他の運送屋さんに比べると比較的早いんじゃないかなと思うんですよね。なんで自分の時間を有意義に使えるっていうのは大きいですね。自分もそうだったんですけども、初心者の人すごい働きやすい仕事だと思うんで、まあもちろん経験してる人もそうなんですけども、初心者の方ぜひうちで一緒に働いてほしいと思います。株式会社 DS 物流の藤原と申します。まあ主に食材を居酒屋に配達しているっていう感じです。最近は主に自由が丘とか学芸大学とかそちらの方を回って帰ってくるコースとかが多いです。みんな仲がいいので人間関係のストレスっていうのは自分はほとんど感じないんですけど、一度積み込んで仕事に出ると、まあ、2人のもあるんですけどほとんど1人なので、まあ、気軽にできるのかなっていうのはありますね。あとは自分次第で、まあ、早く終わらせて休憩してもいいし、まあ、ゆっくり確実にやって帰ってきてもいいし、次の仕事が入ってなければちゃんと休憩して帰ってくればいいかなっていう、そういう気楽さというか気持ちの面で楽だと思います。はい。まあドライバー、まあ、経験がないっていう方でも入ってきてやったりしています。それで自分に合って続けている人もいればそうでない人もやっぱりいるんですけど、やってみないとわからないと思うんで、まあ、気軽にというか怖い人とかも特にいるわけでもないので、みんな一から教えてくれますので、ぜひ来ていただければと思います。はい。